Think Global、 Act Local、 地域で活動する、この言葉を意識しながら皆さん方は何か活動されていますか？私は地球規模で考えながら地域で活動し、アートの力で発信しています。そんな大それたことと思われる方もおられるかもしれません。私にできることは、まず自分のふるさとの未来が未来へと続くようにと願い活動すること、そしてあなたのふるさとも未来へと続くようにと願い活動することです。私のふるさととあなたのふるさとはつながっている、そんな当たり前のようなことですが、共によくしていこうという思いを育てるには学びが必要です。地球規模で考え地域で活動するための学び、それが ESD です。 ESD とは Education for Sustainable Development の略、持続可能な開発のための教育と訳されています。この教育の特徴は、私たちの身の回りにあるさまざまな問題をバラバラに取り組むのではなく、皆が力を合わせてつながりの中から解決していこうというものです。実はこの素晴らしい考え方を国連に提唱したのは日本。2005年から10年間の歩みの中で、世界で100以上もの地域がこの考え方を取り入れて発信しています。私が住んでいる北九州市もこの発信している地域の一つです。おととしの秋、アジア太平洋会議が開かれました。そして昨年秋には岡山と名古屋で世界会議が開かれました。私は ESD に取り組む者の一人として岡山大会に参加しました。ここでは世界85カ国の人たちが、皆どうすれば地球はもっと良くなるのだろうかと真剣に語り合っていました。国と国を越えて市民同士が当たり前のように語り合う、実はこの積み重ねこそが地球の未来を作っていくのではないかと思いました。そんな私がふるさとづくりに目覚めたきっかけは3つあります。まず1つは、私が子育てに一生懸命だった頃、自分の子供たち、近所の子供たちにとってより良いふるさとを作ってあげたいと思いました。そこで私が一番最初に始めたことは子供の遊び場作りです。まずは一人で署名文を書いて、近所のお母さん方に声をかけて、行政に働きかけ、5年がかりでようやくこの公園ができました。これはその公園開きの時のお祭りの写真です。私はこのことによって市民参画の重要性を学びました。そして親子の育ち合いの場として、この公園は今も子どもたち、大人たちにとても大切にされています。ところがこの公園ができてわずか3日後、北九州市にある唯一の動物園、西鉄伊東津遊園の閉園が発表されました。この動物園は私の父が獣医として園長として長らく勤めていた園です。森と動物たちを守りたい、その思いでまた再び署名文を書きました。そして動物園の重要性を伝えるために作品展を開きました。またようやく存続になった後は餌代、
水代がかかると言って追い出されそうになったカバのために私は絵本を作りました。そのようなさまざまな活動をやりました。共に生きる、この作品はその時の私の思いのすべてです。可愛いっていう人と気持ち悪いっていう人がいるんですけど、赤ちゃんと亀、素晴らしいと思いませんか、このハモり方。私はこの体験によって、実はアートの力はすごいな、大きなものを動かすことができるんだと思いました。動物園の活動がようやく一段落した時です。またまたなんですけど、今度は私の実家の近くの行橋の海が漁港道路建設のために埋め立てられることになりました。今度はこの浜を守りたいと立ち上がったのは、なんと私の母親でした。そして仲間たち、仕方ないですね。母親が立ち上がってしまったのだから応援しないといけません。そこで、まずですね、この浜なんですけれども、この浜は実は彦山修験道が1000年以上もお潮い取りに来ている浜なのです。けれどもこの浜の価値をほとんどの人は知りませんでした。なぜならばそれは秘技だったからです。そこで私たちはこのふるさとの宝をさまざまな方に読み解いていただきながら、ふるさとの宝の意味を伝えていきました。最初は困難だったんですよ。で、なんとか橋に決着したんですけれども、今私は福岡県と共同で豊の国慶畜ふるさとミュージアムというふるさとの宝を発信する事業をやっています。ところで皆さん、インタープリテーションという意味をご存知ですか？インタープリテーションとは直訳すると通訳するという意味なのですが、環境教育の世界では自然や文化を通訳するという意味です。つまりインタープリテーションすることによって、ふるさとの素晴らしさに気づき、そのふるさとの素晴らしさの意味を気づくことによって評価が生まれ、評価が生まれることによってようやく保全することができるということなのです。つまりインタープリテーションは初めの大切な大切な一歩なのです。ではどうすればもっとよりよくふるさとの宝をたくさんの人に伝え残すことができると皆さん方は思われますか？私は子どもたちのためのインタープリテーションが一番重要だと思っています。子どもの頃の経験はその人の根っことなり幹となり葉となって大きなアイデンティティの木を育てます。このアイデンティティの木こそ、ふるさとの宝を伝え守ろうとする大きな力になると思うのです。そこで私はこのふるさとの宝を伝えるために、神楽は、神楽の紙芝居にしたり、鳥観図のマップを描いたり、またふるさとの生物多様性を伝えるために布絵シアターカバンミュージアムというやり方を考えました。このカバンの中に入っているものは布絵、そして生き物たちの模型、そして生き物たちのドラマです。ここは曽根干潟です。曽根干潟には春になるとたくさんの生き物たちが浮
動き出します。カニや貝、とても豊かです。さあ、夏になると干潟の浜にカブトガニがやってきます。さあ、カブトガニは夫婦仲良し、2億年も昔からこうやって命をつないでいるのです。ところで皆さん、ここでカブトガニクイズです。カブトガニのオスとメス、どちらがどっちか分かりますか？じゃあ、このちっちゃい方、これカブトガニのオスだと思う人、手を挙げてみてください。はい、じゃあこのちっちゃい方がメスだと思う人、なんかみんな意外に分かってるんですか？はい、そうなんですね。カブトガニのオスは上、メスは下。こうやってメスが卵を産んで、オスが精子をかけて、そして卵は孵化して海に泳いでいきます。さあ、カブトガニの次は秋になると、今度はたくさんの渡り鳥たちがやってきます。さあ、渡り鳥さん来てください。はい。中国大陸からやってくるズグロカモメは絶滅希少種です。はい、はい、さあどうぞお次。はい、はい、これは大尺子さんです。はい、どうぞ。はい、はい、はい、さあ、そして冬の間、この干潟で過ごし、また春になると子育てのために北へ帰っていきます。どうぞお帰りください。はい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 。さあ、中国に帰ったズグロカモメは卵を産んで、そしてヒナを育てます。そしてまた秋になると私たちの干潟に帰ってきてくれるのです。ありがとうございました。こんな風に渡り鳥に国境はありません。私たちはこのヌネヤシアターを担いで、日中韓環境教育の交流のメンバーの一人として、中国や韓国でこのヌネヤシアターを上演してきました。そしてたくさんの友情を育んできました。生き物たちを守り支えようとするネットワークは、国と国を越え地球の架け橋になるのではないでしょうか。青い地球は私のふるさとであり、あなたのふるさとであり、そして生き物たちのふるさとです。今こそこのふるさとのつながりを大切にする学びが必要だと私は思います。今私はさまざまな教育現場を経て、短大と大学で美術教育と環境教育を教えています。未来の先生、そして保育士さんたちがふるさとの宝を伝えることができるように、そして私のライフワークであるこのアートでふるさとの宝を発信するという活動をこれからも続けていきたいと思っています。ご清聴ありがとうございました。